今回は欅坂46、9枚目の幻のあの楽曲のライブパフォーマンス in 東京ドームを見ていきたいと思います。こんにちは、ゴーユーです。今回ですけど、今回は久しぶりに過去のライブ映像を振り返るシリーズということで、はい、今回はあれですね、東京ドームでの来た楽曲が10分ウェイですね。誰がです、推薦誰推薦の曲ですか、これは。私です。おやっぱ10分大好き芸人なんで。はい。しかも現地で見てましたしね。いやそうです、ね、あの時ね、あの時の感動を振り返ろうということで、はい、まあいつも通りなんかみんなで3人で見て適当にリアクションしつつ、はい、まあ、当時の話なんかをねちらっと話してっていう感じの、まあ、緩い企画になっておりますので、はい、まあ、皆さんもねなんかこれをきっかけにね改めて見るきっかけになればなと思いますので、そうですね、はい、じゃあ早速見ていこうと思います。はい、はい、じゃあ早速見ていこうかなと思います。再生します。はい、いやーこれデイ1でしたっけ。デイ1いるよ、だって多分この辺我々めっちゃステージ近かった。うわー、しびれたじゃん。そうだって、欅のオーバーチェアがこの前あってからこれだ。あ、一発目か。あ、そう、あ、そうそうそう、だから衝撃的には一番でかかった。そうですね、2日目のあれよりも全然ね、ここだよな、一番鳥肌立ってるここだったよね、やっぱり。かかったガチフリーズおいおい案件。お、ゆみこ会長。これさ、ゆみこ会長いいのかな。俺も家で見ててさ、うわっ、ゆみこ、ごめんなさい、ごめんなさい、キャンセラー、キャンセラー、ごめんなさい、大丈夫ですよ、もう大丈夫です。ごめんなさい。いやでも、もはや結構いない人多いんですよね。確かに、確かに。カリンちゃん髪型なんか違うね。いや、カリンちゃんさ、なんかすごい初代みたいなさ、ね、グセーバー22年だもんね、この頃みたいだもん、本当に。確かに、うわー、ユッカーじゃん、この笑顔ですよ。すげえ、この笑顔。すごいな、なんか、うわ、すごい、なんかめっちゃ昔の動画見てる感じ。いや、本当だね、そんな経ってないはずだけど。ユッカーの卒コンですからね、これが。きた、うわ、1年数ヶ月前ね、これまだスタートオーバーやってないから。いや、やばっ、そうだよね、確かに。まだスタートオーバーしてないかりんちゃんってこと。そうですね、これする前、やり直す前だ。そう、摩擦係数まですね。すごくない、これ。すごいな、大昔じゃん、神映像すぎない。うん、小池美波もいいわ。うわっ、ハブちゃん、うわ、なんかすごい映像見てる気分なんだ。ハブさんはやっぱ存在感エグいな。しかも髪色がなんかチケモン。あ、そうか、チケモン真っ黒だね。その時真っ黒だったんだ。真っ黒か分かんないけど、黒目だね。黒に厳しい。まあ、そうっすね。さすが。さすが、さすが、さすが、美容師に対する言い方だろ。うわ、ゆみこ会長の横顔。横顔やば。みーちゃんの髪色を見て。みーちゃんめっちゃいいな。みーちゃんいいし、なんか、これさ、ほんといい意味で言うけど、なんかちょっと似合ってない感じがいいっすよね、制服が。いや、そうそう、おかしなことだよな、当時のライブレポでも言ってたよな。うん、確かに言ってたね。もう彼女たち自身が超えちゃったんだよね、衣装を。いやー、すごいすごいっすね、すごい。これ現地で見た時、この辺もう覚えてないもんね。そう、覚えてない覚えてないし。そうそうだ、なんかね、脳がね、完全に停止してたよ ね脳を停止してるし、なんか泣いてるし、みたいな。うん、うん、よくわかんなかったよな。このライブ映像だと結構削られてるけどね、あの、うん、おえつみたいなのが入っててね、うん、あ、メンバーの人ね。そうだ、そうそう、一番最初ね、炎とかかな、モリタがいないんですよね。あ、そう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 、うん、だってこれ本当はモリタ、藤吉、そうそうそう、みたいな感じもね。あそこ急遽対応したんですかね、どうなんだろうね。確かに、噂によるとね。だとしたらユッカはやばいよな。ユッカはやばい。うわ、ユーポン懐かしいな、このてんちゃんのオールバックね、超いいな、カリスマっぽいわ。1日目だからね、この髪型。うわうわうわ、これはやばい。いい顔するな、ほのちゃん。いい顔するな、マジね。ほのね、なんかでも変わったね、ほのも若いというか。本当だよ、確かにな。やっぱ去年でかかったっすね、23年が、確かに、こう考えると。確かにね、やり直したからね。
先輩そうまだ先輩になってないですもん彼女たち。確かに確かに、うん、そっか3期生が3期生見てんのかこれ。そう現地で見てます。うわキラちゃん可愛い。すごいな。いやすごい桜月の前でしょだって。うわ、うわここ一人なのが最高でさ、なんかエモかったよね、なんかいろいろと。エモいし、なんかダンス構成がやっぱ懐かしい。最後ちょっとやばい。出たこれ。はい、ということで、はい、はい、10分ね、うん、見ていったんですけど、こちらのね、ブルーレイで、うんね、見ることができるんですけど、はい、うん、え、これって何年ですか、2022年2022年の10月の、いつだっけな、いや、11月か、11月だって、11月だ、11月09、はぁ、うん、ね、いや、めっちゃ前の感じしましたね、2年経ってないんだもんね、うん、だって摩擦係数の年ってことでしょ。そうってことは、岩見優作が考察やった年ってことでしょ。確かに確かに、そう考えるとすごい、すごい、確かに。でもまだ岩見さんと私たちの関係性はそこまで詰まってない、そこまで詰まってないこと。このライブレポでヒロさんがめっちゃ遅刻してきたやつですよね。あ、そうだ、そうスタジオに。あ、そうだっけ。そうだよ、覚えてないすごい、一番悪いこと、悪いことは全部忘れちゃう。そうだね。いやでもやっぱ過去のライブとかってさ、うん、見るとさ当時の自分たちの思い出も結構さ、うん、なんかシンクロしてる部分あるから、ね、そういう意味でもなんか振り返るのってやっぱ楽しいですね、うん、あるある。当時やっぱ行ってたからこそさ、うん、それもあるし、しかもめっちゃ行ってなかった。セカンドツアーって広島行って、うん、宮城も行って、うん、ね、で東京ドームでしょ、うん、仙台でねご飯食べましたね。そうだった、美味しかった、ね、懐かしい、うん。でもそう思うとあれですね、このあと3期生が合流する前の最大級の盛り上がりというか、確かに確かに、うん、それこそね、これが東京ドームなんですけど、うん、今やってるね、桜坂のツアーの追加公演の東京ドームが発表されたということで、はい、6月ですね、はい、それもすごい楽しみになるんですよね、うん、やっぱりドームのさ、映像ってさ、めっちゃ綺麗じゃないですか、綺麗、形というか、なんか、フォルムがさ、うんうん、だから、まあ、メンバーも言ってましたけど、この時はちょっとやっぱりまだ空席があったみたいな、うん、とこですよ。で、まあ、今回はね、まあ、おそらく埋まるでしょう。ないよ、絶対にね、埋まってる、うん、行けるかだって、ね、まだ分かんねえの、チケット取れない可能性すらある。そう、うん、だって今回のライブと全然取れないじゃないですか。そうだよ、本当に。だからこの時からのさ、すごい躍進が、躍進すごいよ、うん、お、すごい感じますね、なんか改めて見たよ。だってこの後の翌月に3期生のさ、合宿が始まって、うん、そこからですよ、我々 の、 このサンカス感謝祭が、サンカス感謝祭が始まってしまい、ね、そう、でもさ、この時リアタイで私たちがさ、見てたじゃないですか、うん、アリーナでさ、はいはいはい、あの時さ、もう天下だって思ったじゃないですか。いや、そう、天下だって思ってたのに、ね、わけわかんないさ、もう1ビッグバン起こっちゃって、うん、ね、で、シングルがさ、うん、いつも発売されおい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 が止まらない。すごいよね。でもさ、10分ってさ、見たことなかったじゃん、うん、あ、生で見た人なんていなかったわけじゃん、オンラインだけだったからね。そう、だからさ、本当にこれマジでイントロで泣いたんだよなね、だから存在しなかった世界線が、ね、そう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 、急にね、それをすぐ思い出しましたね。で、あのほのちゃんの涙、ね、いや、何を思ってたのかは知らないけど、なんかすごいね、やっぱ思うとこあるよなみたいな。でもさ、やっぱさ、今さ、私たちは2023年を経て、うん、あの2年振り返ってさ、うん、まあ、1年ちょっと振り返ってこれ見てるわけじゃないですか、うん、ダンスのさ、構成とかもさ、やっぱ、うん、欅の当時感というか、いや、ほんとそう、全然違うじゃん、今と。わかる、構成移動のなんか、質が違うっすよ。最後の音の取り方とか、ドシンプル、ドゥドゥドゥいじってるわけじゃないけど、いいよね、あれ、いいね、逆にいいの、いいのよ、あれ欅感というかさ、いや、マジ欅感ある、そういう意味では、確かに。あのドゥドゥドゥの時の祈りの表情好きなんだよねなんかね、たくましいんだよ、怖い系なそうそう、懐かしいなって思います、すごく。いや、なんか別にまた欅曲どうこうっていう話をするわけじゃないけど、はい、十風とかに関してはさ、なんかタイミングでさ、スポットで見れたらさ、嬉しい曲ですよね。単純に曲が好きだから僕は、うんうんうん、普通に普段も聴いちゃうもん。まあね、明るいしね、曲自体。いや、そうそうそう、そうなんだ、ゆっかも笑顔だったし。そうだよ、しかもさ、よく考えたらさ、あれじゃないですか、新世界の時にさ、このジャケットさ、うん、あの発売されなかったジャケットも見たわけじゃないですか、私たちは1年ちょっと経てた、うん、新世界っていつ、夏ぐらい、夏ぐらいでしたよね、7月から9月、うん、10月ぐらい、新参者の前ぐらいまででしたよね、うん、
いろいろ懐かしい。ゲーいろいろあったな。すごいね。なんか冷静に考えるともう10分の話じゃなくなってきてるけど。いや、そうそうそう。思い出話だ。この時点でもう天、まさに天下だってなったのにさ、うん、そこに11人足されたわけでしょ。ね。確かに。そう、やばいよね。やばいよ。オーバー、キャバオーバーで。キャバオーバーで。そしてその11人の個人 PV、我々一個一個全部触れたんだから。それは推し1人じゃ無理だわ。それは推し2人以上になるわ。ね。サブリミナル入れてきましたよ。きましたよ。入れてきました。まあ結構ね、関係ない話も、はい、交えつつというか、でもそれぐらいなんかさ、思い出話が弾むぐらいさ、いろいろあったなって思うわけですよ。うん、ね、うん。いやでもやっぱりさ、久々に見返してもやっぱり素敵なね、ライブなんでこれ。うん、間違いない。最近それこそさ、バディーズになって、このドーム見てないよっていう人とかはね、はい、マジで見てほしいですよね。そうですね、まさにあれじゃないですか、もう本当にインフィニティウォーとかエンドゲームじゃないけどさ、うんうんうん、本当に一つのフェーズの総まとめみたいな感じだから、本当にドームってで一番でかい舞台で、彼女たちがやるでかい舞台の中では、やっぱりそういう、なんていうの、一つのさ、物語というよりは、なんかライブの一番いいとこ詰めましたみたいなとこは、うんうん、間違いないから。いや本当そういう意味では見た方がいいですよ。いや本当にでも東京ドーム6月ですか。はい、6月です。 6月1週前にさ、金曜ロードショーとかでやってほしいですよね。あ、これがね。そう、ほらなんかジブリ公開前だからさ、映画なんだ扱いが。エンドゲーム前になぜかアイアンマンだけやるみたいなやつ。あ、そうそうそう。それじゃ見ねえけど。はいはい、満足しました。はい、はい、皆さんがあの過去の、ね、ライブで振り返ってほしい楽曲とかあればね、はい、ぜひコメントにいただけたら取り上げる可能性もあるので、はい、ぜひね、気軽にコメントをいただけたらなと思います。はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。